小林です。今回はですね、スペシャルゲストの、女子ハンドボール日本代表石立真由子選手を、お呼びしまして、お話を伺っていこうかなと思います。実はもうかなり長いことですね、撮影にお付き合いいただきまして、本当に準レギュラー、準レギュラーだってます。もう本当にそれぐらい長いことですね、動画撮らせていただきまして、日本代表クラス のトップアスリートから、お話を、聞かせていただけるまさとない機会ですので、ぜひですね、少しでもね、いい話が引き出せるようにお話伺っていければなと思うんですけども、今回の動画のテーマなんですけども、メンタルについて、伺っていこうかなと思います。もちろんこう、アスリートとしてトップレベルに居続けるためには、身体的なパフォーマンスが高いこと、絶対条件ではあるんですけども、やはりこうスポーツをやっていくにあたってメンタルの面が非常に、大事になってくる。パフォーマンスを左右する。特にそれがトップレベルになればなるほど、メンタル一つでこうパフォーマンスがガラッと変わることもあるんじゃないかなと。私はね、スポーツ全然運動音痴だったんで、その辺想像でしか語れないんですけれども、実際にこうトップでこう世界を相手にこう戦ってきた石立選手にこうメンタルの重要性とか、じゃあメンタルどう鍛えたらいいのっていうところについて、お話を聞いていこうかなと思います。お願いします、はい、ではまず最初に、じゃあそもそもメンタルが強い、どういうことなのか、ちょっとその辺の定義から、教えていただければなと思うんですけれども、何かこう石立選手の中で、メンタルが強い選手はこういう選手だとか、そういう自分メンタルがこう強い時の自分はこういうプレーができるとか、何かそういう基準みたいなものってあったりするんでしょうか。メンタルが強い選手って私的には感情のこういう起伏というか、こういうことがあんまりない気がします。なるほど。だからこれによって左右されるプレーの幅があんまりない気がします。なるほど。そうなるとこう、気分の波が激しい選手っていうのは、乗ってる時はものすごいいいけど、こう調子が悪い時はもう全然別人のようなパフォーマンスになってしまう。っていうようなイメージ。そんなイメージありますね。そうですね。なのでその振れ幅をなるべく小さくして、いつもこう例えば120点か、40点かみたいなプレーではなくて、いつもだいたい80点から100点ぐらいのプレーが常にできるように。平均して出すように。の人ってなんかメンタル強いなって思います。それがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかメンタル強いなって。それは今お話聞いてると、そのやっぱり長いシーズンを戦い抜く必要がある、プロの選手特有 の考え方だなっていうふうに感じますね。我々のようなアマチュアとか趣味でやってるレベルだと、例えば草野球の大会、私に行くと趣味でやってるボディービルの大会とか、大体一発勝負というか、年に1試合2試合2試合やっておしまいっていう風になってしまうので、例えばそのもうメインになる試合に向けてメンタルを作っていく。でもその試合さえ乗り切ってしまえば、もうあとはもう別にグダグダでもいいやみたいな、そういう感じでやる。だからその目標の大会の日にちに向かってその日だけっていうつもりでやるから、なんとか乗り切れる。それはもう絶対に大会が終わったらもう大崩れ続かないみたいな。それメンタル弱いじゃないですか。そうなんですよ。だからこそ石立選手からこのメンタルを鍛える秘訣をなんとか引き出したいなって思ってたんですけども、やはりプロとして常に一定の
パフォーマンスを発揮し続ける、こう石立選手ならこれぐらいのプレーはやってくれるだろう、これぐらいのパフォーマンスは発揮してくれるだろうってい う, こう首脳陣の期待といいますか、まあ、絶対そういうのはあると思うんですけども、そういうのにしっかり応え続けるためにこうメンタルの振れ幅、調子の振れ幅をなるべく少なくして、こうシーズン通して一定の活躍ができるようにするというのは、やはりこうプロとしてこうトップレベルで戦い続けるために、あの本当に重要なんだなっていうのは、うん、今お話を聞いてて実感しました。ありがとうございます。そんなあれなんですけど、私はあんまメンタル強いと思ってなくて、自分で、はいはい、私メンタル激弱なんですよ。そうですか。メンタル結構激弱なんで、はい、あのそのために自分は準備しようっていう、弱い自分を知ってるから、はいはい、だからそれが試合で出てしまわないようにちゃんと準備しようとしてるっていう感じです。なるほどですね、うん、それがあの前の動画でお話しいただいた、うん、自分が決めたことはちゃんとやり抜くとか、うん、こうウェイトで10回10セットをちゃんとやるって決めたらもうやります、最後まで綺麗な正しいフォームでっていうところにもこう現れてるっていうことですよね。そうですね、私メンタルトレーナーさんがいるんですよ。はい、で、まあもうそれこそ東京大会とか、はい、延期になったじゃないですか。そうですね、で延期になって私結構こう多分自分でも知らないうちにメンタルブレイクちょっとしちゃってて、はい、で自分では大丈夫と思ってたんですけど、それはちょっと体の不調に出ちゃって、でなんかこうおかしいってなって、はい、でも多分それは体に異常はないからメンタル的なものから来てるんじゃないかって言われて、で、あのそういう人にこうしてもらおうって、はい、で個人的にこうやり取りするようになって、まあ、その前からちょっとだけこうお世話になってたんですけど、はいはい、あのパーソナルでちゃんとしてもらうようになったのはその頃からで、なんで私がその延期になって一番良かったことがどこかって言われると、その先生とちゃんとこうメンタルトレーニングをしっかりしてこの間の東京大会に挑めたっていうのはすごく大きい変化だったなって思います。その延期になってなかったらその先生と出会えてなかったんで、まあ、そうですよね、はい、延期になってなかったらもういつも通りの準備をして大会に臨むっていうことになってたわけですからね。そうです、多分全然違ったと思いますメンタルの持ちようが。なるほどですね、うん、そのメンタルトレーニング の, そのパーソナルで、うん、あの受けていくっていうのは、はい、あのまあ、我々みたいに趣味で運動しているものからしたらすごい珍しい、うん、あ、そう、まあ、そうですよね、ことなので、まあね、そのトレーニングのやり方を習うとか、うん、スポーツのやり方を習うっていうのは、うん、よくあるんですけども、うんうんうん、メンタルトレーニングってなると全然こうどんなことをするのか想像もつかないんですけども、どういうことをされるんですか？なんかこう、まあ、今またこうコーチとしてのメンタルトレーニングも始めたんですけど、またそれも選手としてっていうのとコーチとしてっていうのが違ってくるんですね、はい、あ、なんかそうです、あ、違うんですけど、なんで多分選手じゃなくてもコーチじゃなくてもメンタルトレーニングした方がいいってめっちゃ思います、はい、現代なんてこうストレス社会じゃないですか、はい、だからそこのストレスとどういうふうに自分がこう向き合うかとか、はい、この自分の物事の捉え方とかをこう見方を変えていこうっていう感じなんで、はい、とかその想像される自分の困難とか、はい、例えばじゃあ東京大会だったら私は結構怖かったのが、その国歌を聴いたら泣いてしまういそうと思ってたんですよ。なんか一回それがあって、はい、その予選前に会った時にそれ、ま、はい、負けたんですけど、はい、国歌を聴いた時にうわーでも感情が出ちゃってで泣いちゃって、はい、結構散々の試合だったんですよ私の中で、はい、でもともとその試合前とかに関係余って泣いちゃったりする試合が何回かあるじゃないですか、うん、誰かの引退試合とかありますね。そうあるじゃないですか、ね、でなんかそうなったらもう絶対落ちるプレーダメになるんですよそれをすごく恐れてて、はい、でじゃあそうならないように
じゃあそうなってしまいそうな時はどうするかっていうその対策を立てて、はい、あの試合行ったら全然涙のナの字も出んかったわっていう感じだって、そうそうそう、なんでなんかそういう、こう準備の仕方、はい、なんかこう想定されるトラブルに対する準備の仕方とか、はい、あ、なるほど、他にもなんかこう日々のストレスの対処の仕方とか、はい、そう自分が嫌な状態に陥った時にどうやって気持ちを切り替えるかとか、はい、そういう感じのトレーニングをしてたんで、なるほど、なんか本当 全人類に何ですかね、必要だと思うって感じ。そうですね、お話を聞いてるとすごい実用的というか、あ、実用的です、めちゃくちゃ実用的です。はい、あのメンタルトレーニングって聞くと、うん、なんかこう座禅とか瞑想とか、なんかそういうことをしていくのかなって、私も一回高校の時に、あの部活動の一環で座禅をしたことがあって、うん、あのその時も落ち着きがなくて、あの和尚がめちゃくちゃ叩かれたんですけど、あの本当にそういうこうなんかメンタルトレーニング、瞑想とか、うん、そういうことを通して何かこうメンタルを強くしていくのかなっていうイメージを勝手に持ってたんですけども、そういうものではなくて、逆にこう自分がこう恐れているものに対して、うん、こういう心の持ちよう、こういう認識を持ってそういう物事に当たっていけば乗り越えやすいですよとか、そうですね、そうですね、こういう状況になった時にはこういうことを考えていく、行動すれば、やり過ごせますよとか、そういうことをこう教えてもらうっていうことなんですね。とか、なんかその問題が、じゃあ自分が問題、その問題が起きた時に、はい、人によって、例えば私と小林さんで捉え方が違うから、私がこれを見て怒ったとしても、小林さんは悲しかったかもしれないじゃないですか。なるほど。だからなんで自分がその物事を見た時に、怒りっていう感情が出たか、なんその引き金は何なのかっていうことを知れば、なるほど、あ、こういうふうに自分がこう思ってるから、あ、自分は怒ってるんだって分かるじゃないですか、はい、そしたらなんか解決方法はあるけど、ただただこれを見てこう怒ってるってなんか解決なくないですか。そうですね、なんかその感情だけっていう感じなんで、なんかそれをこう捉えるみたいな感じ。なるほどですね。まあ、なのでこう先ほどの下手選手の話でいうと、こう国歌を聴いて泣いてしまう、はい、なんで泣いてしまうのか、なんで泣きたくなるのかっていうところをこう突き詰めて考えていって、あ、こういう理由でこういう反応が出てしまうんだっていうのが分かっただけでも、やっぱり全然気の持ちようと違います。全然違うと思います。なるほど。だから本当にこう日常生活でも本当に応用できるというか、すごく必要なことだと思ってます。だから全然コーチじゃなくても続けたいと思ってるぐらいです。あ、なるほど。だから本当にこう世の中のさまざまなことに応用できる、うん、できる絶対ですよね、はい、なるほど。なんかメンタルトレーニング進めてる人みたいになるけど違いますよ。まあ、ただこうそのメンタルトレーニングが石田選手のすごいパフォーマンスに非常に大きくこう寄与しているっていうことなので、あの、まあ、それだけこうスポーツ選手にとってメンタルがすごい大事っていうことですよね。そうです。なんか皆さんに問いたいんですけど、はい、お前さんに問いたいんですけど、草野球やってるって言いました？あの今はボディービルを。あ、ボディービルか、すか、はい、ボディービルだとな、ちょっと分かんないけど、試合で、はい、勝つことをために心技体でどれが一番大事って思います？体ですよね。体ですよね。いや、それも体。それすごい難しいです、うん、ボディービルでもすごい難しい、うん、もう僕は全部って言いたくなる。あ、そのどれか一つが抜きに出てても、どれか一つって言ったら、もう僕はあの心ですね、メンタルですね。本当に？はい、あの体とか技術は続けてればついてくるじゃないですか。特にボディービルっていうスポーツはあの選手寿命が長いんですよ。あ、そうなんですか。はい、あのだいたい、まあ、今は20代前半とか若い選手がすごい伸びてきてるんですけども、ちょっと前までは、
もう30代前半とかですね、まだ若手、30代後半から、まあ、40代前半ぐらいにかけてが、まあ、一番油が乗り切ってる時期って言われてた時期もあるぐらい、まあ、今はだいぶこう理論も進んできてて、高校生とか若い段階でこうボディメイクを始める子も増えてきてるんで、だいぶ若手の選手ですごい選手が出てきてるんですけど、やっぱり筋肉をつけていく、増やしていくってものすごい長い時間がかかるので、いくら才能があってもやっぱり1年でつけられる筋肉には限界があるので、そういう意味でやっぱり長く続けたもん勝ちみたいなところがあるんですよ、やっぱりボディメイクは。でただやっぱその減量とかものすごいメンタルに来るんですよね、うん、私も今年の年始ぐらいにちょっとメンタルの調子崩して、うん、そうだったんですね。そうなんですよ、うん、でまあそれもあって今年は大会出ないことにしたんですけども、うんうんうん、そういうこともあって、うん、やっぱりこうどれだけ頑張ってトレーニングしても、うん、こうどれだけ才能があっても、うん、それを続けられなかったら、もう負けるのと一緒なんで、だから粘り強く続けてれば、うん、こうちょっとずつでもそのボディービルのパフォーマンスとしてのこう筋肉量とか、うん、そういうのは、まあ、レベルアップしていくんで、だからそれを続けるだけのところをやっぱりメンタルがないとダメなんだっていうのを、競技を始めて今年で6年目ですけど、にして初めて実感をしてるところなので、そういう意味ではやっぱりメンタルってすごい大事だなっていうのを私は考えてますね。じゃあ心技体のうち心が一番大事ってことですよね、はい、じゃあトレーニングで心技体で一番鍛えてるのは何ですか？まあ、体ですよね。ですよね、はい、そうなんですよ。なんか大体の人がそうなんですけど、はい、心技体で試合で勝つのに一番大事って何が一番大事って聞くと心っていうのに、心を鍛えてる人ってほとんどいないんですよ。ああ、おっしゃる通りでしょ、でしょ、私も言われたんですよ。はい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 、で確かに、確かに、確かにそうですね。確かにメンタルトレーニング、心を鍛えることなんて一回もやってないって思って、でそれから、心もちゃんと鍛えないといけないんだって気づいたのが一番最初です。なるほどだから多分すごい頑張られてて、メンタル崩されたって言ったじゃないですか、はい、多分それ当たり前なんですよね、心鍛えてないから。それはそうですよね。それはそうですよね。技術と体力、体だけバーって鍛えて、はい、ここが重くなっちゃったら心が壊れちゃうのは、はい、そうですよね。あ、なるほど。っていうのが多分長く続ければ続けるほど心をちゃんと鍛えると続けられないなって思っている次第でございます。おっしゃるとおり。いや、本当に目から鱗が落ちる。そうですよ、私も本当そんな感じでした。いや、本当にそう言われたら、いや、その通りだよなと思うんですけど確かに、まあ、そのトレーニングとか、うん、試合練習とかで、うん、まあ、体、体力とか、うん、スキルがやっぱまあメインになるよなって、はい、まあ、それを通してこうメンタルが鍛えられてるっていう部分はもちろんあると思うんですけども、でも意識的に鍛えれてますかっていうところです、ね、誰も鍛えてないですよね。多分トップクラスの選手でも意識的にこうそこを鍛えようとしてる方ってまだ少ないですよ。少ないと思います。確かにそうですね。心技体、何が一番大事ですか？心です。じゃあ心鍛えてますか？いや、何もやってないですよ。何もやってないですわ。確かに。あ、でも逆を言うと、じゃあそこに伸びしろがまだあるっていうことですね。完全にあると思います。私結構ハンドボールメンタルスポーツだと思ってて、はい、まあ、多分スポーツどこでもメンタルの相手がいるたりすると、はい、もう特にそうだと思うんですけど、はい、うん、なんかどういう風なその感情で、その試合の中でもやっぱいい時と悪い時があるから、はい、その悪い時にどういうメンタリティでいるかっていうのすごい大事だし、じゃあそれをその試合の前に高校になった時にどういうふうなことをして乗り越えていくかを準備できてますかっていうところが結構大事だと思うんで、
そういう意味でもそのメンタル的な部分ってかなり大事だなと思います。なるほど、まあスポーツに限らずこう、まあ、試合中はもちろんこう相手があることですし、うん、こう味方の選手もこう自分が思った通りに動いてくれるとは限らない中で、こうやっぱり自分でコントロールしきれない部分でやっぱりストレスを受け続けることになるわけですよね。で自分でどうにもできないことをこう考えてもやっぱり状況は好転しないの で、やっぱりその自分がどうするか、うん、自分の気の持ちようをどうするかっていうところをやっぱり大事にして、うん、こうメンタルのこう安定を図っていくっていうのがまあ大事になってくるんです、はい、まさにそうですね。コントロールできることとコントロールできないことの住み分けをはっきりして、コントロールできることに対して自分がどういうふうにこうフォーカスしてどう捉えていくかで、それがポジティブな捉え方もできるし、はいはい、否定的な捉え方もできると思うので、はいはい、その違いでもだいぶ違うと思うから、それをちゃんと鍛えましょうねという話ですね、はい、それで鍛えましょう。いやもう僕もメンタルトレーニングやります。本当に、いやもう本当に、いや本当におすすめですよ。おすすめ、おすすめっていうか私もすごいあるんですよ、やっぱこういう、はい、浮き沈みが結構は感情の浮き沈みあって、はい、ああもう今週もほんとダメっていう時にもうほんとメンタルトレーナーの先生にもう連絡して、はい、今週どっか時間くださいみたいな、はい、感じにするんで、はい、かなり大事だと思う。でもなんかこうアメリカとかって、はい、結構そういうのが盛んですよね。あ、そうなんですか、ね、うん、なんかそれがなんかこう普通にそのメンタルトレーニングとかそのメンタルに関することをオープンに話す人がいるっていうのがなんか多分当たり前なんですよ、はいはい、結構日本ってなんかそういう精神的なものってなんか気合とか根性で直せみたいな風潮あるあったじゃないですか、もともと。でそこに行くのが恥ずかしいとか、うん、そういうところにこう通ったりそういう風な話をしてるって知られるのが恥ずかしいみたいな雰囲気も結構多分あると思うんですけど、はい、全然それ普通なことで、はい、誰だってそれはそうね、メンタル崩す時もなんかこういう上がり下がり絶対あるから、はい、そこをどれだけここにフラットな状態に保てるかっていうことってやっぱね、なんかそうスキル的なものももちろんあるし、はい、なんで大事だと思います。何こうメンタル、メンタルの話、そうね、そう今日も勉強になりました、なりました。本当に大事な、メンタルトレーニングおすすめしただけなんですけど、いやでもそれだけやっぱりアスリートにとってメンタルは大事なんだよっていうことと、うん、じゃあね、このメンタルトレーニングって決してこう特殊なものではなくて、うん、こう一般の方、はい、こう趣味でスポーツしてる方はもちろんですし、うん、スポーツしてなくてもこう仕事で頑張ってるとか、うんうん、子育てで大変とか、いやもう本当にそう思います。もう全然アスリートよりも母の方が大変と思いますから。そっか、本当会社で働かれてるもん、まあ、朝から晩まで働いてる人たちの方が絶対ストレスフルだろうなって思う時あるんで、大事だと思います。まあ、なのでこうそういういろんな方もありとあらゆる方にこう応用できるこうメンタルトレーニングをしっかり受けましょうと、メンタル鍛えましょうと、メンタル鍛えましょうということで、本当にいい勉強になりました。全然話してない私すいません。何かちなみにじゃあまあ、何かこう一つ二つで結構なんですけど、はい、こう石立選手がこうメンタルがこう落ちてきたなっていう時に、うんうん、こうそこから回復するためのルーティンといいますか、何かそういうのあったりするんですか。あれですか、練習中とかってことですか。あ、そうですね、じゃあ練習中練習中は私秘密があるんですよ。秘密だったら聞かない方がいいですか。はい、いえ、もうやめたんで。いいですけど、練習中、これはもうそのメンタルトレーナーの人とこれをして、はい、こうしたら気持ちを切り替えるっていうスイッチにしようっていう話、はい、そのスイッチを作ることは結構大事だと思ってるんですけど、はい、練習中、私結構カルピスとか好きなんですよ。はいはいはい、カルピスめっちゃ好きで、はい、シューッと水筒にカルピス入れて練習中にもうほんとイライラしたりほんとメンタルもやばいってなった時はカルピスを飲んで
落ち着くっていう感じでしてました。でも結構やばかった時があって、私もなんか、そうそう、ストレス、すっごいストレスって感じで、なんかもう練習中のイライラが止まらない時とか結構あるんですよ。そういう時カルピス飲んでホッとしてました、一人で。調べてますよね、練習中にカルピス持ってくの。しかもあのスポーツドリンクと見せかけて。だから一応そのカルピスの瓶で持ってきてるわけではない、じゃないです。隠して持ってきてます。まあだからそのチームメイトとかは普通に水分補給してると思ってるんですよね。そうですよ、そう、真剣な顔でこう飲んでるんで、スポーツドリンクってみんな騙されてるんですけど、カルピス飲んでますみたいな。じゃあもうこれは選手時代はもう誰にも明かしてない。明かしてないです。じゃあもうこの動画が初公開です。初公開だと思います。ありがとうございます。大変貴重な貴重な石立選手のルーティーンを教えていただきました。そうそうそう。まあ、でもこう、まあ、他のスポーツですけど、まあ、あるテニス選手がこう試合中にイライラした時は、まあ、それを隠さずに あんまりこう、ね、行儀のいいことじゃないですけど、まあ、観客の前で もう怒りを一回もぶちまけて出してしまった方が、うん、あのいいんだよってこうコーチから言われて、うん、あのパフォーマンスが改善したみたいな、うんうんうん、あの話もその選手 そのコーチが書いたあの本に書かれてたりするんで、うんうんうん、まあ、それと同じようなことですよね。こう そうですね。ストレスがかかったらもうこういう行動を取ってそうそうそう、カルピスを飲んでチェンジするっていう、それをなんか決まりにするっていうか、自分の中で決まりにするっていう感じもあるし、あとは、まあ、まあ有名ですけどセルフトークとか、その自分自身で自分にこう語りかけるなんかっていうこととか、あとはなんかこの辺にスイッチあるんですよ。人ってこの辺にスイッチあるんですよ、知らないけど。なんかこの辺にスイッチあるんですよ。丹田のあたりですか。あの鼠径部ら辺とか、その辺、はい、この丹田とかこの辺にこうスイッチあるんで、はい、なんかこの辺こうやって触って、はい、切り替えろです。あもう大丈夫、私大丈夫よ、はい、みたいな、落ち着い、一回落ち着いて、あの次はいいプレーできるかってはっていう感じにします。なんかスイッチ作るんですよね、やっぱり。なるほど。それで切り替えるためのスイッチをこういくつか持っておいて、どうしても我慢できなくなったときはそういうスイッチを使ってなんとかメンタルを戻していく。あ、でもなんかそんな なんとかならないときっていう感じでもないですし、なんかまたただミスしたときとか、はい、ちょっと自分がこうなりそうなときも、もうすぐっていうか、あ、ミス、シュートミスしちゃったとかのときにはもうすぐ切り替えって感じです。逆にここ行く前に止めるためっていう感じですかね。そうですね。もうこう行っちゃったら結構こう戻すの大変じゃないです か。落ちる前に止めるためにそういうルーティンを活用して、なんとかこうその時もこうそう、すぐもうすぐリカバーだって感じです。なるほど。そうですね、ありがとうございます。本当に勉強になります。いっぱいやってますよ、私。結構多分メンタルの、はいはいはい、あのスキル的な部分がいっぱいやってたと思います、はい、なんか日記、あ、はい、日記を書き始めたんですよ、東京大会の3ヶ月、4ヶ月ぐらい前かな、はい、になんかもうまだメンバー発表されてなくて、すごい不安になって、はい、で結構なんかその練習の中でもちょっと怪我もあって、はい、自分がどこまで復活できるか分かんないっていう不安な状況の中で、なんか夜寝れないとか、なんかこう寝ててもすごいそういうこと考えちゃって全然切り替えがうまくいかないみたいな時からこの日記を始めて、その日記はあの今日あったことをその批評せずに書く、ただあったことを批評せずに、こういうことがありました、こういうことがありました、でこう思ったとか、はい、こうの時にこうだったみたいな風に書いて、でそれをじゃあ明日はこういう風にしていきたいっていう風にまず書くんですよ、そこをこう、はい、そこを踏まえた上で、はい、明日はどんな風にするっていうのを書いて、はい、で最後にここと試合した時にこうできて勝つことができました、ありがとうございましたって書く
っていう風に紹介したんですよ。なるほど、なるほど。で、なんかこう、もう、その最後の部分とかは、もう、実際に起こったことを、起こった風に書くんですよ。はい、で、それを、こう、なんかこう、いいイメージで、はい、そのもう、あたかももう未来のことなんですけど、もう経験したかのように書いて、自分にもう経験してますみたいな感じで書いて、はい、で、それかなり自分的には良くて、なんかすごくこう、さっきも言ったんですけど、なんか同じことでも違う、はい、いろんな見方があるじゃないですか、はい、それをなんか批評せずに自分で書き出すことで、なんか冷静に起こったことを見れて、で、それをじゃあどんな風にしたらポジティブにできるかなっていう風に書いて、で、もう未来の一番嬉しいことを書いてるわけじゃないですか、はいはい、だからなんかすごいこう、一日の中でポジティブな気持ちで終わって睡眠につくことができたんで、それはかなり良かったですね。まあ、こう書き出すことである程度冷静に客観的に物事を見つめるようになれるっていうところがあるんですかね。それかなりおすすめです。最初はちょっとで、最初は本当ちょっとしか書けなかったんですよ、逆に、はいはい、でもなんかどん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 書くことがすごい増えてって、はい、でなんか先生に毎日送ってたんですけど、はいはい、なんかだいぶ書き方上手になったねみたいな感じで褒められるようになって、はいはい、そうだからそれは本当なんかメンタルをコントロールするのにもすごい役に立ちました。なるほどですね、うん、まあ今いろいろこうお話を伺って、うん、かなりこう東京大会の延期っていうきっかけに、はい、メンタルの重要さをこう見つめ直して、はい、こうそこのパフォーマンスを高め続けてこられたと思うんですけども、石谷選手のこうノートをね、うん、読ませていただいたんですけど、あ、はいはい、2016年のリオのあたり、うん、はいはい、あの辺のお苦しみといいますか、うん、ことを、すごい読んでると、うん、やっぱりこうトップのアスリートって、うん、僕らからしたらもう羨ましくてしょうがない、うんうんうん、もうスポーツあんだけできたらもう楽しくてしょうがないだろうなっていうふうにやっぱり見てしまうんですよね。やっぱり違う世界の方なんで。でもやっぱり当たり前ですけど、うん、トップでされてるプロの方、周りもやっぱりトップレベルのプロだから、うんうんうん、もちろんそこでやっていく苦しみもあるし、その中でこう、まあ、怪我とか、こうちょっと体調が悪くなったりとか、そういうのでやっぱりこうトップの選手もトップの選手特有のというか、まあ、やっぱり悩みとか苦しみがやっぱりあって、そういうこう困難をやっぱり乗り越えて、あの東京大会があるんだなって思うと、やっぱりその見る目が変わりますよね。そうですか。特にね、ぜひ石谷選手のノートは全部読んでいただきたいんですけども。ありがとうございます。なかなか更新してない最近。本当にこの動画だけでは話せないぐらい困難あって、まあ、それを乗り越えてこう東京大会の切符代表の座をこう掴み取って、うん、で、まあ、今があるっていうことなんで、やっぱりその石立選手がこれだけこうメンタルを鍛える、うん、メンタルトレーニングの重要性っていうのをこう感じて、うんうんうん、これだけ強くおすすめをしてくださるという、うん、やはり皆さんにぜひアスリートの方はもちろんですけれども、はい、我々もメンタルトレーニングをやるべきだと思います、うん、ぜひやってください、はい、本当にいい勉強をさせていきました。ありがとうございます。このメンタルのことに限らず、うん、まあ、ハンドボールとかトレーニングとか、まあ、語り出すとキリがないんですけども、キリがないですよ、本当に、はい、ちょっとね、時間も来てしまいましたので、今回の動画はここまでにさせていただきたいなと思います。また、石谷選手と、こういう話題で、動画を見てみたいということがあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。